これは私がさや姫を倒してあいつらをギャフンと言わせるチャンスでは。出てきなさい鬼の姫。根血。あなたも根血は純血に劣ると思っているのですか。演技が正しいみたいな顔してくれた。何はこれで十分です。舐めてくれて。ないよかなちゃん。私はあなたがいたからここにいる。ずっとずっと何年も私はこの時を。かなちゃんがするべき演技はもっと身勝手でかっこよく、周りを全員食べちゃうような演技でしょ。見ててね。私もちょっとだけできるようになったんだよ。私は私が一番目立つように戦う。一緒にぶつかってきてよ。これだけの役者がいる中で全員が平等な演出の場面なのに、えなく今この子が主役だ。楽しい演技してくれるじゃない。勝負したいのね。それとも一緒に踊りたいの。私もあんたと白黒つけ。に出た黒川に対し有馬が一歩引くことで黒川の存在感が増す。するの。私はかなちゃんと真正面からやりたかっただけなのに、演技させるつもりじゃなかったのに。私が間違ってたのかな。これじゃ私がただでしゃばっ